静電とは架空戦機、紺壁の艦隊に登場する架空の偵察機である。本校では発展型である、静電改め、姉妹機である金飛びについても扱う。本機は滞在航空工業の技術者たちを中心とする紺壁海技術人が開発した構成独自の機体である。前世太平洋戦争初期に中国大陸や南方戦線で活躍した陸軍機、 99式総発系爆撃機を設計ベーストし、エンジンユニット部で総動化したことにより、後方監視視界を大幅に改善した機体である。前世以来からの高速偵察機の技術に、情報戦技術を組み込んだ機体であり、敵味方の無線を傍受できる機能だけでなく、回線時から初歩的電算機を装備し、転速後方による味方の位置把握、戦術目標への誘導も可能。 構成対戦兵器等において、前世、陸軍総発計爆をベースにしたことで、小型軽量化がまだ不十分だった、各種電子装置の搭載は容易であったと推察される。タイザンザット 1S、静電デビュー戦となった構成真珠湾攻撃で、高杉機動艦隊より発進した、静電6機が、攻撃隊を誘導、さらには、金メル太平洋艦隊と春勢艦隊の通信を、 防受しその位置を割り出す武功を挙げた。その後も、リーガン新太平洋艦隊発見など、テラシは19年頃までは、太平洋各地において、活躍を続けたが、やがて新型の各種電子戦機にとって変わられた。しかし、後世第三次世界大戦の黄色作戦において、偵察任務に使用されている。これは、後世太平洋戦争時に大量建造されたものの、 退役解体処分が決まっていたエセックス急航空母艦群に目をつけた日本側が日米両大統領のトップ交渉でアメリカから大量供与を取り付け編成した機械を取り航空艦隊白銀艦隊を作戦の際に使用していたためである。技術調約により高性能の後継機に立場を譲った聖伝だが前期が退役、解体されたわけではなく一部機体は回収され、 超航空電子偵察機へと生まれ変わった。構成対戦中期頃にはすでに本格的なジェット時代が到来していたが、欧州戦線と違いインド攻略を護衛する立場の独空軍への噴子機器投入はなぜか少なく、十分に活躍の余地が存在した。8000メートル近い航空を飛行するため、主翼幅の延長や、機室内の弱つか、 大型の下級機搭載による P-38、ライトニング風、エンジンナセル形状へと変化したため、事長は4.8トンから7.6トン余りに増加している。前行については、記述なしインド戦線に投入され、連日、超空母、竹見かずちのから飛び立ち、航空からの超高性能カメラの写真撮影による、敵情偵察に活躍した。また、 かまいたち作戦実施時には、ビーンディア山脈要塞戦等端を突破し、マハディを給料へ進軍中だった、独機候師団中央軍を、いち早く発見、対戦車攻撃機、戦機による、ケーニクスティガー溶撃をお膳だけした。正殿に雷用と同じ方式で2機の引き込み、式フロートを装着した、水上偵察機型で、コンペキ艦隊の、千ホイ700型、 水上艦の艦載機として、偵察、誘導、連絡などに使用された。全長全幅全高については、劇中で言及なし後に、特馬書店より観光の大公開。紺碧の艦隊長マルヒファイルの、紺碧要塞ハイテク兵器長使いでは、全世海軍陸上哨戒機、東海の胴体を、フロート化し、レドームや、 後方攻撃容器銃座などを追加した総発水蒸気として描かれている。対戦紹介機、東海は、掃除士偵察員、通信員が直列型座席で押し込まれたような窮屈な設計であったが、イメージイラストでは通常の3人乗り間爆程度の座席周り余裕があったものと思われる。コミック版では単独層ブーム式尾翼機で機種に、 ボーイフレンド110同様ヤギ式電探胴体下部に、レドームを装備したを装備した機体として描かれたが、OVA 版では100式司令部偵察機3型に、レドームを2機取り付けた外観になっている。ありがとうございます。